お控えなすって。はい、どうも皆様、目玉テレビにね、今日は本当に素敵なゲストの、山本さと子先輩に出ていただいております。うわー、嬉しい。いやー、山本先輩、先輩は、ママ、さと子ちゃんだって、いいんですか？じゃあここだけ、そうですね、さとこちゃん、うわーいや、なんか緊張してきた。さとこちゃんは、はい、芸歴は、キャリアは大体どれくらい？私デビューしてから、すぐ忘れるんです。1998年にパーソナリティとしてデビューしまして、1999年に歌手デビューしてるんですね。どのくらい経ってるんですか？今が2000あれだから22年。実は少しこう調べたという言い方がなんかいいのかな。出身が愛知県なんですね。違う、愛媛。今の皆さんね、違うんですよ。目玉ちゃん、はい、そうですね、目玉くんね、皆さん愛知県と間違えてくださるんですよ。どうしても愛媛と愛知って字が似てるんですよ。いいです、いいです。これも皆さん覚えてください。本当ですか？愛媛県なんですよね。でもすごい先ほどママからも、でも僕もYouTube とかで見させていただいたんですけど、レコード大賞新人賞も実はこう経験があるということで。そうなん、デビューした時にね、いただいて、本当に皆さんのおかげです。今日はね、実はこうやって、山本さとこちゃんに、出ていただいたのは、実は、先日もねアップさせていただきましたオアシス河野和美ママの、おかげでね、そちらちょっと緩いんですけど、和美ママよかったらちょっと、はい、早く今日実はね、さとこちゃん、和美ママからもお話ね、先ほど話なんかさとこちゃんの歌を聴いてもう涙したっていう。そうなんだよね。もうずっと大好きで、もういつかさとこちゃんに会いたいと思いながら、なかなか会えずに、で、たまたま本当に5、6年くらい前かな、さとこちゃんが草加市に来てるってことで、もうパジャマのような状態で、そのまま飛んでって、ああ、やっとさとこちゃんに会えたっていう、それからもうずっと応援してて、もう本当にね、今じゃあもう本当にね。そう、そうからお母さん。僕もやっぱ本当携わらせていただいて、すごく応援していただいて、やっぱりこういう方がいるっていうのがやっぱ心強かったりしますよね。そうですね。そうか、どういう歌がちなみに？いや、もう全部好きなんだけど、やっぱさっき歌ってくれた「赤さこういう歌」、あれ聞くともう泣いちゃうね。泣いちゃう。マジかです。いやいや。今日ね、ろくに化粧もしてないの。だって雪のお仕事の帰りなんだよ。そう、だからね、貧乏暇なしで何でもやるのよ。これ私のコーナーじゃない、さとこちゃんがいるから。私はもういいよ。実はね、もうちょっとだけお時間いただくとして、僕ちょっとこれは合ってるでしょ。趣味が登山っていうちょっと書いてあったんですけど、それは本当？そうなの？そうなのね。知らなかった。そう、私仕事上そういうことになってます。何回こけたの？足痛いわ。足痛いです。登山大好きで、というのはこう頂上を目指してるんですけども、こう一回下ってまた登って下って登ってしていくうちに頂上に行かれるでしょ。で、初めて新聞の取材で登山をした時に、なんかこう苦しいな。せっかくここまで行ったのにまた下るのって。なんかこう人生にちょっと。迷ったらとか、あとくじけた時は登山をすると必ずと上に、なんかちょっと人生にこう通じるような、今ね、こうなんかこうストイックなことが好き。例えば鍛えるとか、なんでしょう、追い込むとか。だからまあこの美しいスタイルを保つのはそういうことなんですね。そういうことなんですよ。なんかコロナで太っちゃって、なんか一緒にいるのがちょっと恥ずかしい。本当だよ、本当だよ。コロナ何キロメートルですか？僕は10キロ以上。私もコロナ10キロメートル。嘘だ。本当に痩せてくる。そうですね。本当にコロナでもうコロコロ。ママ、これはファンになるわ。本当にお家好きじゃないですか。お家にいるしかないじゃないですか。それでお家でもう全てが幸せになれる方法を考えまして、いろんなもの動物をね、私そうだよね。フクロウちゃん、フクロウ飼ったり、メダカ飼ったり、金魚飼ったり。怖いよフクロウってね。可愛い。幸せなんだろうとね。そうだよね。家でもやっぱり癒されて、そうだ。このほんわかした雰囲気がやっぱり私たちを癒してくれる。ねえ。最後でさとこちゃんのなんか告知とかあったりすればぜひ告知。なんかこう9月の18日に山本さとこライブ。7、7ということで、東京の原宿のラドンナ原宿というレストランで毎年ねコンサートというかね、去年だけできなかった、去年はちょっとコロナでできなかったんですが、今年はちょっと頑張ってやろうということで。そうか、じゃあ風間もその時は毎年行っております。よかったらいらしてください。9月のいつで18日、一緒に行こうね。そのライブはカバー曲を私の師匠が荒木一郎といって「空に星がある」という曲が、でその荒木先生のバンドで面白おかしく楽しくやりますので、カバーを含めてオリジナルも。そうそう、オリジナルの方が好きなんだけどね。というかオリジナル全然歌わないの。歌わないよ。このライブはそういうなぜかそういうこと前に向かっていく。そういう意味も込めた。ね、だからママオリジナルライブやってくれ。そうだよね。ここエレンさん、レンタルホールエレンさんで今も伝えます。ここ歌い心地最高ですね。でもこういうところでさとこちゃんの酔っ払っていいのなんて言われた日がさとちゃんなりますよね。皆様ね、こちら山本さとこ先輩、さとちゃん、そしてかずみママはね、埼玉草加のオアシス講座、そしてこちらはエレンさん、東川口のエレンさんからお伝えしておりますので。すぐわかりますよね、場所ね。オレンジ色の憎いやつ。古いな。それではぜひね、さとちゃんのライブも皆さんよろしくお願いします。